この子が冬のハコフグちゃん。今回特別にお見せいたしましょう。女性の帽子じゃねえかなんて言わないでくださいよ。どうやって入れ替わるかと言いますと、プシュッ。ギョギョギョー、さかなクンチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はなんと私のこの皮膚の一部でもございます、このハコフグちゃんと共にもう20年になります。この20年間でハコフグちゃんもどんどん進化いたしました。最初は実は唾が長かったんですね。でだんだん短くなってまいりました。実はですね、当初はとってもあったかい仕様でしたので夏が暑かったんですね。炎天下でふらふら、ああこれじゃダメだ、バタンで倒れてしまうかもしれない。そこでメッシュタイプを新たに進化させていただきました。ということは冬は冬ならではのハコフグちゃんがいるんですね。どんなハコフグちゃんかな。ギョソ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 、冬のハコフグちゃんはどこだ。いた、この子です。この子が冬のハコフグちゃん。違いますでしょう。メッシュ、こちらはふわっかふかです。こんな違いがございます。表情とか違いますでしょうか。形はほとんど同じなんです。しかしながらこちら夏のハコフグちゃんはメッシュ、毛穴みたいに、ちょっと穴がいっぱい入ってるんですね。要するに通気性がいいのでございます。頭蓋骨にも空気がって感じですね。しかしながらこちらはもっこもこですので、もうですね、空気はほとんど入りません。夏はしんどいんですね。ですので夏の子冬の子となっているわけでございます。ということでこれで2種なんですけど、まだまだいるんですね。次の子どちらですか。はい、私です。あなたは。はい、私は学坊ちゃんです。学坊ちゃん、東京海洋大学の客員准教授としてしっかりお話をさせていただくときにこちらなんです。違いはここの角張りです。大学の帽子のようなで、ここに学章がついてます。東京海洋大学の学章でございます。東京海洋大学の学章は波とお魚のヒレの形になっています。まさに海の大学ですね。やはり毛穴のようにブツブツがいっぱいあるのがお分かりいただけますでしょうか。ということは冬の子がいるはずだ。冬の子はどちらだい、冬の子はどちらだい、呼んでこい。おお、いたか。いましたね。夏の子、冬の子、先生がいた。でもですね、学長は各先生方お一つと決まってますので、冬などこちらにピタンとこうですね、自然に移っていくんですね。ああ、もうこれで4つですね。他には誰だい。おい、私忘れていきませんよ。はい、私は水中用です。水中のハコフグちゃんがいたんだね。そうですよ、水の抵抗もなく泳げるように、そして保温性もあるようにウェットスーツ生地でできてます。そっか、しかもね、ここはちゃんと聞けるように薄地になってます。あら、そんな工夫もあったんですね。ハコフグの鱗を採用しなかった。ああ、なるほど、ハコフグちゃんの鱗ですか。難しいんですね。ハコフグちゃんの鱗はですね、非常に硬くて、装着するには熟練の技とぴったりなサイズ感が必要なんですね。実物のハコフグちゃんは大きくても25センチぐらいなんで、いやー、やっぱりなかなか。ではこれで1、2、3、4、魚タイプだ。そこの頭のハコフグって何タイプあるの。魚タイプですと申してます。しかしそういえばなんかちょっと増えてるなっていう感じがしたんですけど、やはり増えていました。私忘れちゃいけません。ドロン、ブラックくんだ。なんで黒いんでしょう。これはですね、特殊な撮影の時に、例えば黒巻き撮影って言うんですよね。あー、ここが見えない、反対も見えないってことになってしまいますので、青い部分が黒になっております。反対の水色も灰色、背中は黒になっています。ということはこちらは私も今日初めてお会いするかもしれない学坊の黒い子もいたんですね。実はこの学坊、大学の先生という意味合いがありますので、ここに特徴的な房がついてるんですね。この房は従来の学坊についておりました。しかしながらお話しするたびにこの房がですね、ピシピシ当たって目に入っちゃったりですね、結構大変だったんで、と切ってしまったんですね。ちょっとブチって、なんか何かの細胞がかなり破壊されたような
その心境はあった感じですね。1,2,3,4,5,6,7ラッキーセブンだと言いたいところなんですけど、まだあるんです。どこだー、でん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 画家、さかなクンとして、絵を描かせていただくときにしばしば登場する子です。もう本当にいいですね、あまり決まりがないので。時代背景がよくわかんないような衣装でしたね。ということでこんなにあるんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 さすがにもうないでしょう。さすがにもうない、あった。安全対策を極めたハコフグちゃんがいました。ハコフグヘルメット、そうだこの子がいたや。ハコフグちゃんヘルメットはですね、事務所のボスがバイクに乗りますので、ある日魚ヘルメットにハコフグ書いてくれ、わかりましたボスとですね書いたんですね、こう可愛く。ところがボスが被った瞬間気づいたんですよ。あー前と後ろ逆に書いちゃいましたと。ボスお疲れ様です、ブーンって言うとハコフグちゃんの顔だけブーンってこう。懐かしいな、このハコフグちゃんのヘルメットで数々の危険な現場ですね、まあ、危険な現場というのは特別にご案内いただいた時とかこちらでありました。はい、ということでこんなにあったんですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9種でありました。これで全部ですか。そうですね、なんかメッシュの予備の子がいたんでこれで10匹なんですけど、この子ちょっとサイズがちょっと違ったんですよね、私の頭蓋骨とちょっと大きかった感じが。今回特別にお見せいたしましょう、こうなってます。なんだ普通の帽子じゃねえかなんて言わないでくださいよ。これは細胞のこの網目模様です。この一つ一つは細胞なんです。どうやって入れ替わるんですか。そうですね、どうやって入れ替わるかと言いますと、あ、いや、やめとこう。今後また増えていく可能性もありますか。いや、多分 そんなにはないと思うんですけれど、今までにない環境にお邪魔させていただく場合はもうちょっと厳重にした方がいいのではないかということがあるかもしれません。はい、あ、ピーポーピーポーとおっしゃってますね。この子かな。はい、ちょっとこうピカピカ光るのもいいですよね。ピーポーピーポーピーポーってこう事務所の会社は中に扇風機つけるといいんじゃないっておっしゃってたんですけどね。どうか進化してください。これは動物奇想天外さんに出させていただくようになって、2回目から視聴者の皆様にもちゃんとさかなクンだって覚えていただけるような何かアクセントをつけましょうということになりまして、あ、だったらなんかもう全身スパンコールみたいに鱗いっぱいくっつけてピッカピカだよっていう、サノどうですかねとか、ジュディ・オング様のようにこうビヤーッとこうヒレになるとかですね、ディレクター様や事務所の皆様とお話しさせていただきながら、待てよ、そうだ、自分が小学 2,3 年生の時に家族旅行で行った時に小名浜の魚屋さんの水槽の中で可愛いハコフグちゃんがタイやブリにドーンとぶつかってもフラフラしながらも泳いでるあのけなげな姿を思い出して、あ、じゃあハコフグちゃんは頭にっていうのがいいかなと思いまして、頭にちゃんと合うような形にしなきゃならないから五面図を描くといいという、要するに前後ろ上下横とですね、この旅箇所から見た五面図を絵を描かせていただいて、それで誕生したんですね。はい、じゃあ欲しいって言ったらもらえるんですか。いや、これはですね、いや、これはもう皮膚の一部って申してますんで簡単には差し上げられないんですね。しかし兄弟のような存在のサカナクションの山口一郎様には一匹プレゼントいたしました。はい、なるほど、脱皮です。そうだったんですね。はい、脱皮したやつをあげたんですね。そうなんです。でも比較的新しかったです。まだ綺麗です。一郎様、一郎様いつも見てくださってありがとうございます。ちなみに時々こうやってシャカシャカ洗うんですけど、手でこうやって洗うんですよ。こうやってするとですね、このタイプの子たちは斑点が取れやすいんです。このタイプの子たちは、この子はもう、ええ、大丈夫です。淡くはなってきますが。洗われる時はシャンプーですか。人もですね、お湯で洗うだけで8割9割の汚れが取れるって聞きますので、あんまりつけないようにしてます。ああ、そうですか。はい、つけるときは無添加のシャボン玉石鹸など、はい、
高校生ぐらいからずっと使ってますんでいいですよ。ギョワギョワしますけどお酢つけるとサラサラするんですね。お酢を洗面器に溶かすんです。そう、固形石鹸一つあればもう日本中世界中大丈夫ですね。あ、ちなみにハコフグちゃんなんですけど皮膚毒パフトキシンは出ませんのでご安心ください。出るとしたら言葉の毒がすいません。